はい、ティームイルミネーションファンタジーです。今日紹介する野鳥はですね、キジになります。まああいにくのね、天候が曇りの中でね、撮影している状況もあって若干暗い中での撮影になっております。まあそうですね、キジは以前にもね紹介した通り、ある程度の距離感を持って撮影すればね、こんな感じでずっと撮影してくれる野鳥の一つになります。うん、まあただね、こちらにはもう気づいてるんで、まあこういう風に撮らせてもらってる感じはしつつも、ちょこちょこって若干距離離れていってるんですよねまあそんな感じなんで、なんか気づいたら結構遠くに行ってたってことは結構ありますね。はい、あと特徴としてはそうですね、縄張りあるのかな、一度見かけたところにですね結構頻繁に出没するかと思います。まあ、ここはね、まあ、あの出没するの知ってたんですけれども、まあ、他のところで見かけたキジもですね、何度か同じところに出没してたなっていうのは見たことあるんで、同じところに、ね、出没しやすい鳥なのかなとは思います。はい、はい、じゃあ続けてね、写真になります。まあ動画の通りね、かなり近い距離で撮れてました。あの焦点距離がね252ミリという形で、このサイズ感で撮影できております。まあ被写体距離としては、まあ5メートルから10メートル以内のね範囲で撮れてることもあって、かなり解像よくね撮影できてるんじゃないかなと思います。はい、次の写真になります。こちらもね焦点距離215ミリという感じで、まあ画面いっぱいにね撮影できております。まあ若干の曇りということもあって、ISO感度が800と若干高めにはなってるんですけれども、まあね F 値がねやっぱ 5.6 っていうところもあるんで、なかなか、うん、ISO 感度をね100とか200とかで撮影するのはなかなか難しいなっていう感じでしたが、こんな感じでは撮れました。はい、次がですね、正面向いてくれた時の写真ですね。なかなかキジって目合わせてくれないんで、なかなか正面向いた写真ってなかなか撮れないんですけれども、まあ、やっと撮れたんでね、うん、ちょっとアップしてみました。そうですね、ギロって見てくれてるんでね、なかなかいい感じでね撮れたんじゃないかなと思います。感じです。そうですね、引き続き野鳥の動画撮れてるのかな、ちょっとね保存したデータ見ていかないと分かんないんですけれども、引き続きね動画が撮れていれば、動画と写真のセットでまたね動画上げていきたいなと思いますので、まあ、また次の動画でね楽しみいただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。